暑いな部屋。なんだよ今日本当湿度も高いし。行け。後ろ向いた。あ、これ違うのか。え？あ、動くスピードって止めながら決めんの？あ、剣があった剣。剣があった。振り方がちょっとあのメーカーっぽいけど。後ろ、あれ？ガラキ？二調整だとは聞いていたが、ここまでひどいとはな。はじめさん、ルセンさん、三個目さんいらっしゃい。待て！所長まだ間に合います。この機体が完全に仕上がったら相手になってやる。何を送るん？メタスラのベッドかな。あ、ぴょんぴょんしてる、ぴょんぴょんしてる。なんか穴に向かった。おう、炸裂。メタスラの Z。 奴らどこに逃げるつもりだ。なんか工事現場のあれで叩いたらかった。あっちはパモヌス基地じゃないか。ああ、これじゃプロのネズミだ。いや、待て、基地は砲撃だ。おお、あと、あ、もう最後の方だ。なんか来た。おお、どこに行けばいいんだ俺は。あ、喋んなくなっちゃった。やばい、なんか全てがおかしい流れになってきたこれ。俺たちはどこに行けばいいんだ。そして続く。いやー、火星政府？お、そうだ、つい2時間前火星連合政府が設立されたそうだ。ちょっと飲もう。何ですかそれは。手っ取り早く言えば、地球上の国同士の争いを火星に持ち込まれるのは真っ平だと火星の住民たちが団結したわけだ。それだけのことで、まあ何も原因がある。すげえ。地球側が火星に対して予定していた移民計画、よく書いたな。相当無理があるらしい。それを地球側はかなり強引に決めてしまったんだな。それで A 国なり S 国なりの火星側にはかなり不満が残っていたということだ。そこへ今回の両国の戦争騒ぎ。火星の住民は人種や国にほとんどこだわらないって聞いたことがあります。それなのに火星地球側からお前ら戦争しろって言われたって。火星生まれ。ゴムトさんもいらっしゃい。そうか、エメラルド正体のあの3人は確か火星生まれだったな。まあいい。とにかく今回の戦争は英国対英国ではなく地球対火星になる。どこに対するコメントなのかによるな。それは我々には地球の衛星これは CDDA だよ多分。この艦はこれより地球へ向かう。むわしく。くそ、ヤギちゃんいらっしゃい。火星に着いたばっかりだってのに。艦長、わ、後方から火星政府ものらしく艦が接近中です。なんだと。加速して振り切れ。この艦なら3用2プラス。俺は3用しか知らない。これ以上加速フロッピーが1枚しか入んない。燃料切れで地球へ戻れません。なんか伊吹マヤじゃないけど。加速後に進路を変えて放慢軌道に乗れんのか。可能ですが、この距離感、地球到達まで半年かかることになります。酸素も食料も足りません。火星での補給はできてマジでなんてことだ。まあだから言ったらそこまでガチのシューティングゲームじゃない。ボカロでしょ。ボカロ弟じゃない。あの状態に出撃ね。マクロスとかで見た、とかで見た。こちらは火星政府所属戦闘艦ボレアリスだ。レーガンおよびイーストウッドにつく。ブラガン艦長、直ちに停戦しろ。投降後の乗務員の安全を保障する。停戦を拒否した場合は機関らに攻撃を加えることになる。うん、そうだね。当時としてはなんかわざわざ手が込んでるなって思った。あのマイナス評価になることではなかったね。むしろ艦長が爆破アンドアーマー隊発進応戦する。あー、はいはい、ネモネモネロペロ。ちょっと待ってよ、何が起こる。あ、もう始まんの。止まった。曲流さなきゃよかったじゃん今。あの流れで敵を迎え撃つ。いや、だってさ、この時代をどれぐらい理解してるかわかんないけど、もうスーパースターフォースとか、あ、ごめん、スーパースターソルジャーとかさ、あった時代よ。ああいうガチガチのシューティングがあって、むしろもうああいうのはできててすごく良作とかみたいなのがこうもあって。なんかこう演出に凝るっていうのがあんまなんか逆になかった。だから別に、うん、なんか全部が全部硬派なシューティングとかテンポがいいシューティングというかさ、なんだろう、
そういうシューティングに なる必要はない。むしろやっぱりこうすごく愛されてたよねこれね。すごく贅沢な豪華な、うん、手抜きじゃないからね別に。演出に凝った、あーそうね、レイフォースとか、ちょっと待って後ろ向いた、これじゃないな、あこれか、地球はあるけど、地球割っちゃうけどね。これ無限玉、無限じゃねえ。ハーフライフ、ああそこ、あれは演出とか、そっか、そうなのか、ハーフライフが資料源なそこか。やべ、これガこれ個数、あっ、すごいすごいすごい、排出してます。だからまあ、あの正直言ってやっぱりゲームは一列に並べてこう評価するのが難しいのはその時代どういうゲームがね、あなんつうんだろう、出ててどういう扱いだったのかとかそういうのが分かんないと。そしてちょっとうるさい、これ、あゼロになったぞゼロになったぞ。あれはまあ多分剣戦、おおかっこいい、お、そしてやり合い、これちょっと近すぎだろ。こういうのもいいけど、花田赤坂も大好きなんだよな。なるほどな。東宝作った人が大好きなプログラムやってたからかね。演技上ジャンル分けしてるだけだよね。うん。PC エンジンといったらやっぱり演出っていうか、ビジュアルシーンとかね。すごいすごい、頑張ってる頑張ってる。の仲間来た。おお。次行こっか、なんか火星かこれ。よくかけてるな、やっぱ PC エンジンはさすがだな。あ、取り込みだろうけど、このじゃあダメだ、これダメだ、ショットガーンがいいわ、ショットガンじゃねえけど。敵は隠れてるって言ったけどほぼいねえな、いたな。意識神の城、そうだね。あーだ、終わった。敵後ろから来んの、あ中から出てんの、石壊さなきゃいいんじゃねえの、無理だ、長いな、アステロイドフェルト長すぎ、どんだけ分厚い、まあ、土星、いや違うな、火星だよ、土星の輪っかを垂直に水平飛行かと思った。ライト入る前からやってる、あそうなの、実際はそんなに密度高くないらしいですね。ほう、これスプリガンですか。スプリガンマーク2ですね。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待て、いやお前ら、お前らちょっと待て、ふうふう、作者は大学時代からやってるね。あ、なるほどね、やべ、もう何もない、もう全部ない、もう全部ない、よし、音楽止まっちゃうからテンポ感に感じるのかな。音楽はでもこれ CDDA だと流れてるな、ここはでも喋んねえからだな、嘘、赤い字になっちゃってる。ドラクエ、もう、ドラクエで言うと死んでる色。あーかけたき、違う。違う、誰だっけ、リュウさんか。ほら、あるか、これって戦争なのよね、みたいな。お、なんか中から出た。死にきれず。うわー、なんかアーム出てきた。かっこいい、顔だけみたいな。なんだあれは、あのバカでかいのもアームドアーマーなのか。バカな。この声の後ろに曲流れてね。曲も一緒に入ってね。知ってるのか、毎回犠牲者が出るゲーム。そうだな。スレッカー中に。スレッカーも、そっか。しかし、まさか火星であいつを作っていたとは。PC エンジンでこういう感じだから。あの爆発から。だから、メガドラとかスーファミと食い合わないんだよ、ゲーセンとかとさ。家庭用ならではの、こう贅沢な時間の使い方。ギチギチ、体育座りでね。お前か。え？ジャーバス？未来神話。お前ら本気で地球と戦争するつもりなのか。やってやれ、やってやれ。火星住民の独立自治権を獲得するにはもはやこれしか道はない。もっと平和的なやり方はなかったのか。地球上の国々が本気になったら火星政府なんてひとたまりもないぞ。そうなの。その地球上の国々が火星で領土争いをしたおかげで火星には各国の最新兵器が大量にある。地球と火星のデリバランスは今や対等だ。あら、なおさらだ。戦力差が少ない火星と地球が戦争を始めたら泥沼だろう。ウィングさんいらっしゃい。個々の戦力が大きいと直線は免れないぞ。火星側が不利だ。はい。
配当ってびっくりマーク入れるとなるかな、もしかしたらもうなんねえかな。そんなにことがうまくいくか。うるせえ。入れてないかも。である貴様らとは俺もなるべく戦いたくない。なった。投稿しろ。ではこっちのセリフだ。すごいく爽やかだな。ふざけやがって。かかってきやがれ。おい、かかってきやがれって。お前ちょっとちょっとちょっと足ついてたのかこんなに。ちょっと待って。ふうふう。お前すごい。お前盾になるな。でもないよ弾が。相方はすげえ棒立ち。つか待って。あだ、味方が動かない。倒せた、倒せた、倒せた。足いらないでも多分若干体勢整えるんだ。あーなんか弾の速さが違う。もう諦めろ。うわいけ。一個だけ来るな。これイージーっていうかイージーだからあんまり死なないけど。あーバタバタしてる、バタバタしてる。なぜだ、なぜだ、このラグナブルがそんな旧式のアームドアーマーに負けるな。まあサイズ的におかしい。アームドアーマーの性能はそちらが上だったがね、パイロットの腕がな、うん、そんな感じだった。いいってもんじゃねえんだよ。セリフを間違ってます。早く出しろ。そうそうそう、お前は火星軍の捕虜第1号として最初に扱ってやる。電車に関してはこっちが上だったの。救護しないのこいつには脱出ポットがついてねえんだ。貴様らこそ早く火星軍に投稿した方が身のためだぞ。え、我々には、我々には、我々にはなんだよ。タイミングいいな、爆発すんな。奴は何を言いかけたんだ。何があるんだ、火星落としが。腕ぐるんぐるん。あ、過激用みたいだったな。火星軍の追撃を可能にCDDA になってびっくりした。数日後、英国月面ベースへと放送でもここまでやったことはないな。ようやく推進剤や弾薬、食料などの補給を受けることができた。おお。しかし音質いい、ここは CD だ。俺たちに休む暇すら与えようとせず、再び攻撃を仕掛けてきた。次のゲーム行くか。火星軍の艦隊が月衛星機動艦隊を突破しました。なんだと、うん、早すぎる。アニメみたいでしょ。奴らの中にはイーストウッド以上の推進力があるというか。嘘。月衛星機動艦隊は、あ、横棒ね。これちょっと気になるよな。このベースへ降下する軌道に乗りつつあります。いずれやろうぜ。敵艦隊到達までの推定所要時間は今日ちょっとそういう感じじゃない。このベースを攻撃する。今度ヤギちゃんち遊び行くわ。発進準備はどうか。どこに言ってんだよ。補給は終わっていますが、走行の修理にあと1時間はかかるそうです。うわ、この声優なんか知ってる。30分で終わらせろ。アームドアーマー隊は出撃準備をして待機。本当にそれなんとかなるわけ。1時間かかるって30分でなんとかしろってなるのかな。プロが言ってんのにな、1時間って。専門家。こういうゲームって PS とか3とかでもいいですかね。シューティングゲームでいいですか。プレステ2とか3とかでは違う、 Wii で出てる。 Wii でバーチャルコンソールでいくら、800円ぐらい。おーすげえ、リセットするかどうかのイエスノーが出たぞ今。やる。やっぱり、やっぱ、え？新作はメーカーがもうねえしな。へぇー、カズデさんよこしゅう。え、誰の？誰のチャリ？タコヤのチャリ盗まれた。あれは？誰だっけ？小笠原さんのチャリ？じゃあ俺が行くから、ヤギちゃんち。ちょっと動画を撮りに行かなきゃいけない。そういや PSP の横須賀の芸道だったんだろ。あ、タコヤの。あ、はい、新作というかこれ撮られたの似たような何かがあればなぁと。あ、新作はないけど、バーチャルコンソールにこれに関連するいろんなゲームが出てる。ねえ、どういう人間なんだろうね。しかし、人間はそれだけでは飽きたらず。パックインビだ、パックインビ。まあ、最悪だな。最悪だな。ガンハウンドは結構面白かったです。ガンハウンド。ああ、はいはいはい。そして第一の 2D ロボ。うん。どうした？その神の名を、ガイアという。
ほうほう、ウィーカー、なんや、畜生、ありがとうございます。マジか。Wii のバーチャルコンソールは意外と魅力的なこの時代のゲームがいっぱい出てる。盗むとか壊すってことにめっちゃ抵抗がない人間っているんだよ。まあな。元は PC でうん、なんか同人みたいな、あれだよな。体験版でやった。自分の自転車が2回も最寄りの寿司屋に置かれて倒れた、お礼の話か。これのレアテレか。レアなんだろうか。欲しがる人がいなければレアではない。大丈夫、俺なんか中学生にチャレンジするまで何も言えなかった。なんだよ。なんで中学生にって。自分が幼稚園だったら言えないけど、幼稚園児のチャレを盗まない。東京怖い。東京だけじゃないだろう。盗むやつはどこにでもいるよ。DS でもバルケンもどきみたいなのが。ああ、そうそう、それが、それあれでしょ？ガンハウンドじゃないの。それは違うの。マジで？俺は言うけどな。ビニール傘なんて何でも言い訳できるじゃん、どうせ。ああ、すいません、自分の音間違えましたって、他のやつの盗んでけいいだけだからさ。それ考えたら、自分のやつが本当に大事だったら言った方がいい。今度は PSP だったと思う。あ、そうだったっけ。なんか、いや、いろんなとこ出てるよね、あれ。いろんなところに出ているよ、あれ。なんか体験版だけ俺落としてやった。このメモリの使い方の工夫。PSP でもあるのか、面白そう。PSP。笑。光りすぎ？ PC だっけ？ネイマー好き。メイマー。メイマー？あとは PC、そう、PC で俺やったの、多分。この金井美香の歌なんとかなんの音ちっちゃいし上げても上げてもちっちゃい。あーマーメイドってことか。昭和というかさすがに昭和は終わってんじゃないか。シシドルミなのこれ。金井美香が歌う完全オリジナル主題歌とか出る。ピチピチピチ。あ、マジか。この歌声は完全にシシドじゃないし。荒泉るい、スレイヤーズ。すごいすごいすごい。ラメアンドホーキー、そうだね。なんかそんな感じ、時期的にはそんな感じだった気がする。俺これ見たことねえんだよな。ほぼ。一回見たけどよくわかんなかった。なんか古くさ。わらわら。え？なんで笑ってんの？これはさすがに古臭いの。燃えられねえ。ユーニ。ユーニ？ユーニ？これはあれは、メイマーだっけ？メンマみたいだ。こいつが、だどれにファソラシドシシドルミ。足が、危険。人魚だからな。未だに完全ビースト三重心。おっ。よし、わかった。この流れであれ行こう。三重詩って言ってるのに、夏休み。ユーニ、チャーム。名前の元ネタは生理用品。ユーニ、チャーム。マジかよ。おい、マジかよ。90年代の J-POP なのか、フュージョンなのかわからない、この感じたるや。へぇー。いけ。あー、あれもやろうかな、今日じゃあ。うわ、なんか急に火ついてきた。ヒューカードしかやる予定なかったのに、今日。実は、最初にやったモトローダー2しかやる予定なかったの。仕方ねえ、やるか。ジポプ自体、正義なんてないやん。なるほど。赤堀悟。ちょっと待ってね、持ってこよう。Bカードもいっちゃう。スプールな大陸では、魔法を使える一握りのソーサラーが、その他大勢のパートナーの支配階級として君臨していた。よくわかったな。パーソナーに対するソーサラーの圧制は過酷を極めたが、力を持たぬパートナーは黙って涙するより他はなかった。マイカード、マイカードPC エンジンじゃねえじゃねえか。なセガ側のやつじゃねえ。そんな人々にただ一つの巧妙が。これなんだよ、これリーヤ君。リーヤ君っていうか、それは赤ずきんちゃちゃみたいな。変に変わって非道なソーサラーを始末する、この声優だ。仕事人たちの存在だ。すげえ聞いたことある。人は彼らをソーサラーハンターと呼んだ。バーチャファイターと呼ばれたら困る。
ソーサラーハンター PC エンジン関係の爆裂ハンターじゃないの、ポケモンのルビーテリーマンの人か、へぇー、そうか、テリーマンだ。私ソーサラーハンターの愛と感動の物語である。ほうほうほう、田中秀幸さんですな、王様のブランチのナレーション、そうなの、テリーマン元気でやって、すごいすごい勢い。そしてここにも林原と、林原とカッペイ、ポリスノーツの主人公、あーう、そうだわ。いやー、すごい時代だな。なんかこれアンチエリアスが手書きで丁寧、カッペイコンビ、あ、ちょちょ、ランマ2分の1だな、コンビとしてはコップの不調さんいらっしゃい。これ前も見たからもういいわ。まだフルシンじゃなかったのか、フルシン、すごい絵だな。林原先生か、そうじゃない、ゲームじゃない、コミックです。そう、あ、ごめん、これゲームじゃないです。これはなんて言えばいいんだろうな、3話入って声優なら、なんでラジオドラマの PC エンジン版、デジタルコミック、デジコミというか本当に漫画、なんか本の付録だよねこれ、確か本の付録みたいな、3000円ぐらいのデジタルコミック言ってたっけ、デジコミ系だよね。あ、なんか昔コンビニでゴルゴの公演で終わったな。最近だとボミクとかいうのがありました。ボミックの音悪い。ウシオとトラの最初のとかあったな。あ、はい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 。これ以外にも何、2作ぐらいのか、ソーサラーの邪魔するんじゃねえ、来たろ、来たろ、トラリートライアングルが見えねえの、墓場来たろ、普通の来たろ、じゃあチサだし、チサ坊、待てよこの豚野郎、うわーすごいな、僕を離さないとひでぞ。あったな、アドバンスのアニメって。あれ、こいつ声優名前だっけ、声優名前、うん、ドイツ、キャロットってば弱っちいとか言ったっけ、あ、作画の人、あ、そうなの、するからですわ、え、六道紳士とは違うの、 H2 の人、主人公、助け、ダメだよ、カッペー、あったな、アドバンスのプレイヤー、プレイヤーとかで売ってた、ひらがなで書いてくださいってやつ、自分のことは自分で、俺タイムボカンも確かあった気がする、何のタイムボカンだろう、エクセルサーガ、そう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 、エクセルサーガのアニメすげえ好きだったな、マロン、やっぱし、次行っていい、こういう感じ、ずっとこういう感じです。ああ、小さい女の子はやってないよ、多分。このメガネ、グラサンかけたやつ。いってらっしゃい。行くぞ、キティちゃん、林原じゃねえ。大丈夫かい君。ずっとこれだからね。申し訳ないけど。ずーっと。実験アニメ言ってたけど、はい、晴れ時々豚の方がよっぽど実験的だった、晴れ時々豚最高だったな、確かに、あ、確かにそうかもね、エクセルサーガなんかまだなんか売りがはっきりしてたもんね、俺でも晴れ時々豚一番好きかな、あれ、あの人の、ま、アニメで、あの人なんてだっけ、鍋シーン、うふー、ここだけが見たくて何度もやってたもん、あ、え、あの人も、あ、ちょっと待って、びっくりした、本領が分かる、グダグダフェアリーズは見たことないな、見たかったんだけど、なんか俺のあれには入ってこなかったな、テリトリーには。はいはい、小学館、ふぅ、おー、誰声優、あ、全然違うと思う、誰だよ、原人、モガモガ、え、来た来た来た、うわ、これは何ができるんだっけ、ほほほ、ハイパーカタログと、それ体験版か、ちょっとオープニング見れっかな、新海誠あたり、体験版じゃね、これ雑誌の付録だよね、確かオープニングだけとかかな、あ、見れるじゃん、見れればいいじゃん、オープニング見れたらもうそれだけでいいじゃん、ネットもない時代、 PC エンジン専門のテレビ番組あってもほぼゲーム出てこない、あの番組とかもあったし、あ、そうだろうな、多分そう、これはいいじゃん、
さあ、そういうのもあるね。それはあのハイパーカタログってやつ。ソニー遅ればせながら、はい、有吉さんいらっしゃい。赤い新アグリージャはアニメのオープニング集か何か。いやー、まあゲームのオープニング集。ずっと近さまよってるイメージだったな。英雄伝説には戦闘バランスが悪かったな。俺ワンしかやったことないんだよな。ワンは面白かったね、MSX は。大竹誠の PC ランドって面白かったの。面白かったね。最高だと、ほぼゲーム関係ないから。あの番組で大事なのはテレビ CM と3本だけ最後の方で紹介する、あの、渡辺浩二のゲーム紹介みたいな。それ以外はほぼゲーム要素がない。PC エンジン要素がない番組で。だからこそ面白かった。CM がいっぱい見れたのよかったな。源田鉄矢氏は銀河バンジョン。そして何よりも父親譲りのマッスルな、スーファイはいいけどこれといって目立つものがなかった印象。スーファイは絵だったあれ。大きな太陽と絵の具だけだとかそういう話だけ伝わっている。指が折れたりな。ますますの繁栄を極めた。肋骨折ったりな。そんなある日、イセルハーサ全土を突然の大地震が襲う。ゲーム紹介ナレーションが堀内健吾だった気がする。それは多分子猫の方じゃねえかな。あの渡辺浩二が自分でやってたし。だがセリオスら各国の王の指揮のもと、あ、バンジョ、銀河バンジョ、うん、必死の復旧作業。ホリホリコンビでしょ。堀内健雄と誰なんだろう。女の人も堀っていう人、なんか堀がつく人。しかしそれが迫り来る最悪のほんの前触れに過ぎないことに誰一人気づく者はいなかった。音綺麗。イセルハーサに忍び寄る暗雲。今新たなる伝説が始まろうとしている。いや、だからネットがない時代はこうゲームの画面がこうね、買ってもないゲームの画面がいっぱい見れるっていうのがそれだけでありがたかったな。 LD にオープニング集とか出てたもんね。特撮オープニング集。逆殺思想が始まりそうな気がしてまうな。どういうこと。誰キレイにナレーションしてる銀河番長さんはお高い声してる様しか聞こえない。わかる。俺たちにとって俺はだよ。俺はやっぱりイースワンツーの感じがすごいですね。すげえドット綺麗。来るぞ。眉毛の太さ。そうなんだよね。好きなもの見れないし、家で自分のね、マシンでじっくり見るなんて、そんな夢の、友達が持ってて借りたりとかな。そう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 。GTV の。肌の色が変。肌の色が何色もあるんだけど。嘘。まだなったわ。なんかキャラがなぁ、これちょっと、なんだこのブー、なんだろう。前髪がなんかすごく嫌だ。あとこいつもなんか嫌だ。これキャラがあんま空いてなかったな。これ2はアトラスとソフィネモの冬川さんは繰り返し声。え、なんて読むのそれ。白い鳩の代わり、鳩じゃない。同じ声か。なんだろう、ワンと比べてちょっとキャラがあまりなんか弱いな。初多すぎるな、主人公。ちょっとね、作画劣化。てか、なんだろう、幼すぎるな、なんかな。まあそう思うのは仕方ないよね。いや、ワンはもうちょっとなんか、もうちょっとなんか品があったな。うわ、ここまで戻んのか。パトレーバーとか入ってねえか。何やらんな。出番まだあったじゃんこいつ。ちょっとウィンズオブサンダー見て。そして贅沢な使い方すんなこれ。背景。さあ、じゃあ次枠で終わりかな今日は。何気に縮小処理。そうそうそう。でまあ全部次枠は。ちょっと待って。曲すげえな。マルリンさんよし。もともとはどのゲームと同じぐらいの年代なの。英雄伝説ってもともとはどのゲームと同じぐらい。 MSX2 プラス全盛期じゃない。これ何回聞いてもかっこいい。1990年ぐらい。オツでした。分からない。これしか曲ないの。あ、
あ、これちょっとできんだ。お疲れ様でした。これちょっと、89年だか89年だかぐらいじゃないですか。89年ぐらいか。なるほど。体験版。体験版。疑惑です。